こんにちは、ウィルツァーです。今日はですね、沖縄についての情報を簡単にご案内したいと思いますけども、私自身ですね、沖縄返還の年に生まれまして、それから小学校の時も30年以上前になりますけども、熊本県のですね、少年の船というイベントがあってまして、たまたま抽選に当たったので、それに、参加したという経験があって、その後高校の時もですね、先輩方がちょっと高校総体で、上位入賞されたんで、沖縄の九州大会に連れて行ってもらったと。それから、社会人になってからですね、入社して2年目か3年目ぐらいに、社員旅行が沖縄だったということで、自分で企画したわけじゃないんですけども、そういう沖縄のイベントに参加する機会が多かったということで、非常に思い出深いところです。当然、その後は自分で行ったりもしたんですけれども、今回ですね、熊本からですね、沖縄の便1日1便だけ飛んでいるんですけども、時間帯が良くなります。3月29日から時間帯が良くなります。まず行きがですね、熊本空港発が9時10分ですので、午前中という時間帯に沖縄に着いて、活動もできるという便利な時間帯になります。帰りも今までより20分ぐらい遅くなりまして、3時半の那覇発ですので、行き帰り少しずつですけれども早くなって、帰り遅くなったということで、非常に利用しやすくなるんじゃないかと思いますので、3月29日より沖縄行き、熊本発沖縄行きの時間帯が良くなると、使いやすくなるという情報をお伝えいたします。以上です。よろしくお願いします。